それでは今年のヒーローです。背番号55、村上宗隆。放送席、スワローズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。もちろんこの人、村上選手です。まずはこのジャイアンツとの3連戦の最後の試合で勝利を収めました。今の気持ちを聞かせてください。いやもう本当、ほっとしてますし、疲れました。はい、なんと今日勝ったことで11球団連続でカード勝ち越すとなりました。そしてなんといっても勝負を決めた今日のホームラン、今日試合が登録された田澤投手の満塁の場面でのピッチングから始まり、長岡選手のホームラン、みんなでつないで同点での8回の場面、どんな気持ちで打席に入りましたか？でも、初回の方が勝敗がしまったので、そこまでロスに勝ったんですけど、なかなか結果を伸ばすことができず、悔しい気持ちだったんですけど、まあ、哲さんがなんとか入球中してくれて、本当に楽に立たせてくれたので、そのおかげです。ありがとうございます。チームを勝たせる4番になりたいと、いつもお話をしている村上選手ですが、シーズン50本塁打も期待されています。そして三冠王も期待されていると思います。そこについてはいかがでしょうか？もちろん、それは助けてくれたいですけど、それは終わってからの結果なので、まずは試合試合集中して頑張ります。史上初6月中にマジック点灯で完成。シーズン長いんで、いい時も悪い時も応援してください。よろしくお願いします。